おはようございます。本日2024年6月の23日の日曜日、はい、細見さん、雨止みましたね。これでもまたこの後降るんですかね。なんか風さっき吹いてたから。なるほど。で、こちらが兵庫県丹波市の国領っていう地域なんですよね。で、地域の名前がついた純喫茶。そう、純喫茶で、この国領の内装も細見工務店さんでされた、純喫茶が、いや、そうなんですよ。なんかね、すごいあそこにこう派手っていうか、おしゃれな、あれはね、たまたま三沢さん、オーナーさんが、なんか、掘り出し物市みたいなの行って、たまたまあ、偶然見つけたの、やっぱそういう時って見つかるんですよ。あー、この、ごめんなさい、国領ってオープンしたいつぐらいでしたっけ。去年の、夏、秋ぐらい、めっちゃ暑い時になったで、この時に電気屋が、二つ登って上の作業をしとって、熱中症で二人倒れて、暑すぎって、はい、でもこの外観自体はその昔のまんまでね。三沢さん元気してんのかな、はい、もうお客さん入ってますもんね。朝まだ8時なんですけどね。お邪魔しましょうか。シンプルな目で ね、この国領っていうのはいいじゃないですか、はい、でこれ、宮内庁御用達の喫茶店。あ、これ私シール作りました。あ、そう宮内庁ってのは、この宮内庁、はい、承知しました。ご用達入りましょう。おはようございます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 。ご無沙汰してます。ご無沙汰です。お久しぶりでございます。トラシもなってます。お元気ですか、三沢さん。元気です。元気元気。嵐とるから。いやいやすいません、あの朝からあの動画を撮らせていただいて、すいません。いや、また似合ってるじゃないですか、このエプロン姿が。うん、これやりたかったお店ですもんね。そうそう、こういうのね。そうなんですよ。あの以前動画を撮らせていただいて、この国領開店する前にね、したいってお話を聞いてて、そうそう、ほんでその時には、私今でも覚えてますよ、あのご実家の、散髪屋さんでしたっけ、そうのラッキーってお店をつけるっていう、そう言ってたやけど、国領という地域の名前をつけてということで、あのそれから来たかったんですけど、ずっと来れなくて本当すいません。え、なんで来てない。いやいや、怒られた。昨日桃子さんにも怒られました。来れるやろ。来れるやろ。怒られた。あかん。せ、はい、いやいやいや、はい、ということで、ちょっとね、もえメニューこんな感じなんですね。モーニング、そんな感じです、はい、A セット、 B セット。え、めちゃ種類要素あるじゃないですか。フードも頑張ってるんです。はいはい。あるもんやったら何でも作ってんだよね。あ、全然いつでも何でも。え、ここ三沢さん、ほんでここ営業日って何曜日とかあるんでしたっけ。営業日は、土日月。土曜日は5時から9時まで。はいはいはい。日曜日が8時から9時まで。ごめんなさい、8時から9時までやってんの。はい、月曜日は8時から6時まで。ああ。あの一島製パン研究所木金堂ですよね。木金堂で土曜日、土曜日はかぶるんや。そう、土曜日ガーッと死ぬほどやってからそこでクールダウン。あ、なるほどね。あ、ここちょっとゆっくり、あの、なんていうの、そう、スポーツ、サッカーも終わってから軽く運動するでしょ、はいはいはい、ストレッチ、うん、ストレッチです。ストレッチのお店なんや。あのまますぐへたってしもうから、もう疲れしか残らん。はいはい。もう朝3時から死ぬほど働いて、あ、そうか、ラブラなって、ここでストレッチして眠りにつく。なるほど。で、木金土が一島製パン研究所して、土日月、土日月、実質火曜日しか休みがない。そうですね。で、水曜日仕込み、仕込みですからね。で、火曜日は全国その道の立て直しとか。そうか、もともとここのね、あの店のコンセプトがこうご相談を聞くというかね、雑談する。火曜日は火曜日しか休みがないから、火曜日に用事が集中します。ほんならやっぱりその他の地域行ったり、人の話、ね、コンサル的な仕事も、はい、いっぱいあります。え、結局じゃあ休んでないってこと。まあ、どうなん、休みっているんかな。あら
もうちょっと狂ってますね。休みっていうのは、はあ、まあお勤めされてる方が、はあ、使う言葉なんですよ。まあね、私みたいなサラリーマンがね、そうそうそう、はい、土日が休みみたいなね、労使関係、あ、そう、労使関係、はいはいはい。で、僕は事業主なんで、個人事業主ですもんね、休みっていう感覚はないです。なるほど。いや、休みたかったら死ぬほど休めますからね。その分収入なくなるだけで。そういうことでしょ。いつでも店休めますもん。ああ、まあね、自分の判断。休みっていう捉え方はちょっと僕らとは。なるほど、それは違いますわ。はい。今されてはっためっちゃキャッされてる。いや、いや、そうなんですよ。あ、とりあえず頼みましょうか。あ、僕ね、アイスコーヒーだけ。あ、私、はい、私はモーニングセット A セットでお願いします。 A はあのトーストかベーグルか選びますか。あ、私トースト食べたいです。わかりました。はい、お願いします。いや、これ細見工務店さんが作ったんですけど、 はい、この銅板もなんか、うん、なんか内緒の、これ焼いてるんですよね、多分。いやー、え、ちゃうの、この模様、うん、内緒ってどっかからパクってきたんでは。ここで作りました。あ、ここで作ったの。画家してる最中に水田さんがやってきはって、はあ、こう銅板になってるところをベンチでブルーって踏んでいったんです。え、ま、それマジで。それまた味。え、それ意図的じゃなくて。でも顔面上で ひどい。ひどすぎる。あーとか言って、ね、何が砂利と一緒やで、なんかボコボコしてる。あ、ボコボコしてるしてる。あの、なんかあるんですよ。で、それをそのまま使う。味です。素敵やね。いや、アートですね。いや、さっきも聞いてたんですけど、この壁の色がね、うん、こう、あそこのマグカップと同じ色なんですけど、これ何色って言うんでしたっけ。翡翠色、ジェード色。翡翠色で、まあ、さっきもちらっとお聞きしたんですけど、こう、はい、陰色ってね、はい、赤とかがこう、うん、ね、食欲が増すという、はい、色ね。で、こういうの何色っていうんですか。その翡翠色じゃなくて、その食欲、まあ、冷淡ですね、冷たく感じる。あ、そうそうそう、食欲減退。あとブルーもそうですわ。いや、普通そんなん内装の色にしないじゃん。飲食店で。なんで？僕はその食欲減退を上回る美味しいものを作るんでね。なるほど。それは本気の言葉ですか。いいですか。すごい大事です。なるほどね。いや、確かに大事ですね。おはようございます。おはようございます。結構お客さんまあ来るんですね。お見せしますか。ねえ。おはようございます。町の朝食です。あ、おはようございます。すいません、今動画撮らせてもらって。あ、動画撮ってます。お二人、チラ映りはまずいんですか。全然問題ない。全然問題ない。なんなら深掘ってください。あ、深掘ってください。これは、はい、同じく朝食を食べて、いらっしゃる方です。はい、おはようございます。おはようございます。はい、ちょっと、癖のある方ばっかしてます。癖のある方が集まるカフェ、喫茶店。ただもう近所のじっちゃんばっちゃん、あ、おじいちゃんおばちゃんも来るんですか。あ、今日は来ます。へー、かわいいわ。ここってでもミサさん純喫茶ですよね、表現としては。あ、そうですよ。カフェっていう言い方はしないんですよね。しないですね。おお、それは、うん、今純喫茶を新規オープンする店って多分ないと思う。いや、また違う格好です。そうやね、だって純喫茶ちゃうしね。そうなると純喫茶っていう文化がなくなるじゃないですか。はいはいはい。だから、あえてもう純喫茶で、純喫茶って基本的には本当出さないですよ。ああ。でもそんなのどうだってよくて、うん、俺が純喫茶って言えば純喫茶。なるほど。で、純喫茶国領。そうですね、純喫茶っていうのは何って多分なってくるので、はいはい、もうそれは残しとかなあかんな。やっぱり純喫茶ってそうなんだ。はいはい。コーヒー作り終わっといて、うん、でちっちゃい鍋でジューってなんか沸いた、うん、ちゃったコーヒーが出てくるんですけど、はいはい、一杯ずつ入れて豆のこだわりの、うん、あ、ジョニーコーヒーっていうところに、はいはい、あれ作れないらしい。へえ、素材も全部いい、パフェ食べても素材全部いい、うん、そういえば三沢さんのクオリティが違う。一島製パン研究所 YouTube ごっついっすね、あれ。171万回よ。ちょっとあれやばい。え、やっぱあれの効果っていうか。あ、ありますよ。はい、今ね、全国からお客さん来られてて。なるほど、関西だけじゃないんや。もうね、必ず毎日遠方から来られてる。仙台からとか、鳥取、愛媛、東京とかも。
東京まで聞いてないですね。でもその YouTube の面白いのは、僕テレビ何回も出てますけど、はいはい、テレビって、まあ、放映された日が旬なんですよ。ああ、まあね、再放送はないしね。そうなんですよ。まあまあ今は TVer がありますけど、でも旬としては放送日なんですよ。でも今はあの YouTube は見た時が旬なんですよ。うん、そうだね。だから昨日見ましたっつって、この間も、うん、あの慌てて飛んできた。いや、あと、あ、料理人が結構来ます。へえ。もう大阪の料理人ですけど、大将の仕事見てて、いやもう会いたくて。へえ。ミサファンが増えてんねや、さらに。そうですね。だからその今まで僕の朝からそのままずっと様を見せたことはなかった。ああ、そうやね。あのテレビっていうのは思ってる。そうやね、出てくるパン、あのそうハンバーガーをね、はい、裏が映してありますもんね。なんか中ばっかり。いやもう笑うたもん、あのパン屋やけどご飯とって。朝飯俺初めてよ、三沢さんが食レポしてんの。ちょっと笑っちゃったわ。それとあの桃子さん、奥さんがあんなにパン作ってるっても知らなくて。もすごいみんな言われます。ああ、すいません、ありがとうございます。桃子に近い人でも知らんかったっつって、はい、ねえ。いや、パン作りってあんだけ大変やなっていう、まあ、うん、もちろん全部知らないですよ、一旦しか見てないんですけど、やっぱ YouTube のってそれなりに意義があるんですね。あのあれだけ尺が取れるっていうこと。あ、それとおすすめ動画で上がっていくっていうことですね。そうだね。だからパン物語をフォローしてなくても、うん、再生回数と高評価が上がっていけば、はいはい、バンバンおすすめに出てくるんですもんね。で、昨日加古川から来られた方も、全然違うの見てたらポンと出てきたから、これ何やって見たら、最後まで見てもらった。行った、来てもうたって。へえ。新しい形ですね。やっぱり、よく YouTube はテレビよりも効果あるっていう話を聞いたんですけど、まだまだテレビの方があるやろ思ったんですけど、今回自分が取材受ける側になって余計。そろそろ2ヶ月経つんですよ。まだ来んねんもんね。まだ昨日見ました。来るわけやから。おっしゃるように昨日見たその瞬間が旬やから。旬なんですよ。で、YouTube は常に旬なの。そうやね。はい、はい、どうも、おはようございます。それは何モーニングですか。一緒のやつ。あ、ええ、ええ、はい、はい、はい、ええ、これもいつもあのお世話になってる、毎週。あ、そうですか、はい、もうほぼ毎週来られてるんですか。毎週、日曜の朝8時ジャストに。あ、ジャスト。じゃあ、逆に彼に会いたい方は日曜8時に来てくださいね。そうです。テロップ入れておきます。ありがとうございます。え、丹波市にお住まいなんですか。え、福知山の方なんです。あ、じゃあ車で今日走らせて。はい、はい。もうこの人に会うために。ああ、え、もう一人の方はどちらなんですか。僕はね、一番近いここ向かいです。あ、向かい。え、そこのおしゃれな家。そう、めちゃくちゃおしゃれな家なんて今話しながら来てたんですよ。だからここはここのリビングって言われてる。ああ、なるほど。まあみんないろんな好きな使い方しますね。了解です。ねえ、サラダと、ねえ、あの、純喫茶国領のモーニング、A モーニングです。はい、パンをいただきたいと思います。